マサルの勉強部屋高度共通試験午前一対策編、今日も頑張っていきましょう。はい、それでは今回は音声符号化についてお話ししてみたいと思います。早速今回の問題チャレンジしてみてください。今回の問題こちらです。平成23年秋の午前の問4ですね。サンプリング周波数 40kHz、 量子化ビット数16bit で AD 変換したモノラル音声の1秒間のデータ量は何 kB になるかという問題です。ここで 1kB は 1000bytes とするとなります。あ、い、う、え、どれになるでしょうか。ぜひ考えてみてください。自分の力でやってみたい方はここで動画を止めてチャレンジしてみてください。それでは答えの発表に移ります。答えはこちらです。はい、答え今回うですね。皆さんいかがだったでしょうか。正解できましたか。それでは今回は音声符号化についてお話ししていきます。まず音声符号化をお話しする前に、まず音って何だろうというところからちょっと入っていこうと思います。音というのはこちらです。まあ、空気の振動ですよね。まあ、この子が、まあ、歌を歌ったりすると、まあ、空気が振動しますと。まあ、それが音になります。なので余談ですけど、まあ、宇宙は、まあ、空気がないので、まあ、音がしないんだよみたいな話もよく出ますよね。そしてこのマイクは音を感知して、でその振動をですね、微弱な電気信号に変えてくれる役割をしてくれています。はい、では音とかですね、マイク、まあ、簡単にお話ししたところで、まあ、符号化の話に移っていきます。ではこの符号化というのは何かっていうと、二進数のデータにすることを、まあ、符号化って言いますね。なので音声をデータ化するということになります。まあ、音声の符号化ですよね。そのためには大きく2つすることがあります。まずはサンプリングですね。標本化とも呼ばれます。サンプリングと、もう1つは量子化です。この2つを使って音声をデータ化していきます。ではまずはサンプリング、まあ、標本化から見ていきましょう。サンプリングですね。サンプリングっていうのは、まあ、たくさんある中からいくつ抜き出すかっていうところです。例えばですね、 CD の場合は 44.1kHz というふうになっていて、このヘルツというのは、まあ、1秒間に何回といった意味を表しています。なので CD の場合だと1秒間に 44,100 回サンプリングするということになっています。横が1秒間だとしたら、この1秒間の間に 44,100 回データを取りますということですね。まあ、大前提として、まあ、アナログの世界、まあ、自然界はまあ連続値でできているので、まあ、それをですね、我々はデータ化するためにデジタルにするんですけど、まあ、そういうのをですね、細かく区切ろうとすれば、まあ、いくつでも細かく区切れるんですよね。例えば時間とか1秒とか 0.01 秒とか 0.001 秒とかですね、どんどん 0.00001 秒とか、まあ、どんどん細かく区切ろうとすればいくつでも区切れるんですけど、まあ、どれぐらい細かく区切りますかっていうところです。まあ、CD の場合だと1秒間に 44,100 回に区切って音を収集しますよというふうになっています。まあ、これがサンプリングというところですね。ちなみにこれはモノラルの話で、ステレオだと、まあ、左で 44,100 回、右で 44,100 回というふうにステレオだと2倍になりますので、そこも押さえておいてください。そして次、量子化の話に移っていきます。量子化というのは何かというと、電圧の測定をどれほど細かくするかっていうところなんですね。まあ、この上軸の話をこれからしていくんですけど、先ほどと同じように CD の場合だと16ビットです。16ビットで表現できるのは 65,536 通りなので、ここの上がですね、 65,536 通りでできているっていうところです。でちなみにこれ16ビットなので、データ1つのサイズは1つ16ビットになります。なのでサンプリングの周波数や量子化ビット数を増やせば、それだけ音声が緻密に記憶されることになるので、まあ、高音質であり高品質ということになってきます。今回は CD の場合でいろいろお話ししてますけど、まあ、今はブルーレイとかでですね、保存できるデータ量が多かったり、まあ、ハイレゾ音源ですよとかいうところで、まあ、サンプリングの回数が増えてるってこともありえますね。CD の場合は今話したような 44.1kHz の 16bit でできています。ではそういった背景を含めてもう一度問題文見てみましょう。はい、
サンプリング周波数が 40kHz で量子化ビット数が 16bit というふうにあります。で、AD 変換とありますけど、まあ、AD 変換は、まあ、AD はアナログとデジタルのそれぞれの頭文字ですね。アナログ、デジタルです。なので、AD 変換するためにはサンプリングと量子化する必要がありますというところです。今回の例に当てはめれば、このような感じですね。40kHz に対して電圧は 16bit ですよというふうになっています。そして、もう一つ注目してほしいのはここですね。モノラルというふうに書いています。モノラルなので、まあ、ステレオじゃないので、まあ、そのまま計算すればいいですね。もしここステレオってなってたら2倍になりますので注意してください。では実際に計算していきましょう。サンプリング周波数が 40kHz なので40000、量子化ビット数が 16bit なので16で、それをかけてあげると640000という数字が出てきます。で、ここで注意してほしいんですね。ここで注意してほしいのはこちらです。選択肢 A を見てください。絵を見ると640といかにもここで選んでしまいそうな引っ掛けの選択肢があるんです。ここ十分に注意してください。今回求められているのはこちらです。はい、何キロバイトになるかというところなんですね。それに対して今16ビットで計算しているので単位の変換が必要になってしまいます。まあ、単位の変換を漏らして問題を落としてしまうのは非常にもったいないです。まあ、この問題もちょっといやらしいんですよね。モノラルっていうところでいかにも引っ掛けようとしているように見えていて、さらに単位で引っ掛けていると、まあ、二重で引っ掛けているような感じになっているので、しっかり注意して見直しをする時間があれば、こういったですね、単位のところもしっかり見直ししてください。では問題に戻っていて、8ビットが1バイトなので出てきた値に対して割る8をしてあげればいいですね。そうすると80000ということになって、これはつまり80キロバイトですね。なのでうが正解ということになります。はい、まあ、なのでですね、こういった単位の変換というところもしっかりチェックするようにしてください。はい、それでは今回は音声の符号化についてお話ししてみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば、高評価やチャンネル登録いただけますととても嬉しいです。それでは最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。今日やった問題以外にもチャレンジしたい方は、コード試験共通午前1のプレイリストも作っています。概要欄にリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。あとは突破口 .com 様と一緒に作っている IT 用語動画辞典もとてもおすすめです。ぜひ使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。